WRC 唯一の日本人ドライバー勝田貴元選手と小倉富川でお送りしているラリージャパン観戦マップ、今回は岐阜県恵那市女城主の里岩村の城下町編をお送りいたします。ラリー観戦の醍醐味、ご当地グルメと世界で戦う日本のエースの秘めた思い、泣かなかったな、言ってる意味もないけど、そしてハプニングも、おっと、まさかこれはまずいですね。ぜひ最後までご覧ください。こうやって長い運転してるとやっぱり疲れるんですか、それとも、いやもうラリー始めてからもう全然大丈夫です、苦じゃない、ラリーがやっぱ長いんで、うん、ラリーやる前は高速の何百キロ運転すると苦でしかなかったですけど、はいはいはい、もうなんか今は可愛いもんみたいな、で1000キロとか余裕だな、思うぐらいずっと運転するんで、やっぱりでも簡単に東京から九州まで行けると思います、余裕で行けちゃう、はい、ノンストップで行けると思います、すごいなと、その時でした。おっと、まさかの、あ、そうなんだ、これはまずいですね、これはどうすればいいですか、迂回路あるのかな、こっからこう、ここに出るのに、こうね、ここからちょっとコトラの本領発揮です、よし、ラリーでこういうのがあったらね、もう最悪ですもんね、そうですね、よっぽど、私の役目コドラとは道順などを指示するナビゲーターのこと、一本道なのにこれしかないですね、だから行く、そうですね、だいぶ、あ、でもこれも下だからこっからこう、ここに出るように、こう ね、 そうですね、2人で迂回路を見つけ出し岩村を目指します。多分厄介なのがこの苔ですね、苔も日本って多分他の国あんま出てないんで、こういう苔って湿度がね、はい、すごいですから、苔も滑るんですね、めっちゃ滑ります、雨降るとやばいです、ね、ラリーは知れば知るほど難しいですね、そうです、奥が深いです、はい、やっぱり世界中の本当にいろんな行動を走るんで、こう絶対行こうっていうのもなくて、はい、国によってやっぱ道の作り方も違ったりとか、あとそういう路面の、はい、材質も違ったりとか、ね、それでもやっぱ走らせ方とかセッティングとかも全然変わってきちゃうんで、乗り物酔いめっちゃするんで、僕、ダメです、意外、ダメなんですよ、そうなんですか、お父さんの運転以外ダメですよ、お母さんの運転ダメです、それはやっぱり運転技術の、お父さんの運転そんなスムーズに感じないんですけど、そんな感じないですけど、酔わないですね、さすが全日本チャンピオンですね、8回、9回すごいですよね、もう分かんないです、もう2回ぐらい取ってほしいですね、まあ、個人的にはまだまだ行けるでしょ、そしたらそうそう誰も抜けないと思う、レースからラリーに行ったきっかけって何だったんですか、やっぱり一番はその世界に行きたいっていう、世界で活躍したいっていう思いがあったんで、当時はなんかレースやっててもそうなれるなんて可能性が低いなって感じて、自分にもそのあとは F3 っていうカテゴリーまであって、結局シリーズ2位でチャンピオン取れなかったんですよ、でチャンピオン取れなかったらやめようっていうのがあって、やっぱそれが大きかったですけど、いろんなタイミングとその WRC にトヨタさんが復帰するっていうのが、はいはい、そのタイミングが全部重なって踏み切れましたね、どれか一つでもタイミングがずれてたら多分行きたくても行けなかった気がします、やっぱりレースだったら F1 っていう、ラリーだったら世界ラリー、はい、っていうふうに自分は思ってました、世界で活躍したいっていうのがずっとあったんで、はい、それが F1、 それこそ漠然とした目標というか、世界で活躍したイコール F1 ドライバーになるっていう、なんか自分の中で勝手にやってラリーだったら間違いなくダメにやるしいですよ、でもそれでラリーに来て、はい、またお父さんとかおじいさんの偉大さを肌で知ることになるんですね、はい、そうですね、ラリー来るまでもすごいなと思ってましたけど、はい、まあ、すごいなと思ってたし、自分はラリーやりたくないなっていうか危ないなって思ってたんで、できればやりたくないなぐらい最初の頃は思ってますね、自分
レースの方が向いてるんじゃないかなと思ってた時があったと、いざこうなってみるとびっくりですね。やっぱりでも目指すところはドライバータイトルですか？もちろんです、はい。それがなかったらやってる意味もないっていうか。話していただいた高本さんの秘めた思い、とっても貴重な時間でした。あと 1.6 キロです。あとちょっと。もう見えてきました。いい街来た。来た。あ、いいでしょ。ここですか。なるほど。あ、すごい雰囲気。こういうとこ外国人喜ぶんじゃないですか、ドライバー。いや、なんかすごい日本の雰囲気、イメージがそのままだと思う。城下町だから、昔からの作り変えないとこがいいし、うん、止んでると思ったら降ってるね。これになったらでもギリギリセーフかな。コドラとミカはちゃんと高本さんを岩村に連れてまいりました。はい、ここがビエロンの向こうからこう来て、この城下町を走るんですか、ここ。はい、ここをこう行くんです。これいいですよね。こちらは岩村町本通り。なるほど。まあ、見ての通り城下町。そうですね、もう雰囲気がすごいいいですね。この雰囲気をずっと残してる、はい、ここを走るっていうところですね。なるほど。でお店がね、結構こうやってあるので、お蕎麦屋さんのように、中からこう外を見たりね。見たらしたんですか。そうなんですよ、ここね。ごめんなさい、僕ねこの前調べに来た時食べちゃいました、ここの五平餅。美味しそう。あのね、みたらし団子風五平餅なんですよ。でももう終わっちゃってるんですよね、これね。もうね、夜ご飯の準備してます。なるほど、はい、ダメです。バイバーイ。手振ってくれた。でも本当になんか食べ歩きしながらゆっくり歩きたいですね、うん、この通りは特に。ここはだからリエゾンを必ずこう、はい、ラリーカーが通っていくので。そうですね、はい。応援こうするにはいい観戦スポットですよね、うん、多分ですけど、分かんないですけど、今僕が乗ってる車ハイブリッドで、もうめちゃくちゃパック音のパパパパパっていう状態と、あと EV モードって言って電気自動車の全く無音の状態とあるんですけど、多分ここ無音の状態で走るんで、すごい迫力ある車が無音でビーって静かに、結構それがなんですかね、見た目と音のギャップじゃないですけど、うん、すごいなんか面白いんで。面白いですよね。はい、ここでこうやって見るのもいいかもしれないです。開け方とか結構。あ、ポスター貼ってありますよ。これは僕の父じゃないですかね。去年多分セントラルラリー出た時の。ああ。お父さんだと思います。のりさんの運転する車。はい、やりす。このちょっと色あせ感からすると相当貼ってありますね。ずっと貼っていただいてるみたいで、ね、多分、街が応援してくれてる感が。そうですね、はい、嬉しいです、ありがたいですね。これ撮ってきましょうか、写真。綺麗です ね、あの観戦スポット、映えスポットでもあります。せーの。城下町を駆け抜けるラリーカーを観戦。ここ岩村町本通りは絶対に外せないおすすめ観戦スポットです。そして私がどうしても高本さんをお連れしたかったのが、海外から日本にやってきたものなんですけど、その当時のまんまの味が味わえるんです。そんな前から、当時の味。不思議でしょ。、はい、こちらです。あ、カステラですか。カステラ、はい、カステラが、カステラ。今こんにちは。こんにちは。すいません。すいません、先日ありがとうございました。すみません、勝田高本と申します。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここのカステーラをぜひですね、一緒に食べたい。食べたいですね。食べたいです。いいですか、カステーラ。はい、お待ちしてます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここ松浦県本店は創業220年以上、8代続く和菓子屋さんの老舗です。ラリー観戦の合間に和菓子屋さんで一服、これちょっと良くないですか？お腹空いたでしょ？いや、お腹空きました。見ちゃったらダメです。見ちゃダメなんですよ。あー、そう。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。
ます。ありがとうございます。こちらのカステーラはですね、はい、長崎の方にあのマグカルから触った製法をそのまま200年前からずっと作っておりまして、はい、200年前、はい、すごいです。もうこの湯河原酒を私どもだけがこの製法で今までやっております。なるほど、はい。長崎カステラの元になった作り方で作っております。どうぞ食べてみてください。ありがとうございます。勝田高本さんの、はい、グルメリポート。ちょっと嬉しい。やばいですよ、プレッシャーやばいですよ日本で唯一なんですよ。日本で唯一ですよね。はい、日本寒いリアクションできないじゃないですか。人生で初めてのリポートです。はい、いいですね。いただきます。いかがですか。甘っ。でも甘すぎないですね。なんかカステラってすんごい甘すぎるイメージだったんですけど、先に食べるんですけど、なんかすごいなんかしっとりしてる感じと、甘すぎない、なんかすごく僕的には何個でもいける感じですね。あ、リポート的にはいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。ゼラによってはラーメンがいっぱいあって、こう 手にベトベトがつくイメージがあるんですけどね。分かります、分かります。それはそれでいい、それ美味しいんですけど、これこっちの方が好きです多分。本当ですか。もともとこのカステラがですね、医学と一緒に事業競争にということで伝わりましたので、食べていただいて元気が出ますから。あ、はい、スポーツ選手も今カステラがいいと言われてます。あ、そうなんですね。はい、ということは、はい、これを食べれば順位がどんどん上がっていくってことですね。そうです、間違いないですはい、何個なっていこうかな次はもう栗きんとん食べてみてください。はい、いただきます。いい顔しましたね。めっちゃ美味しいです。めちゃくちゃ栗が来ますね。押し寄せできますね。今の季節最高ですよね。うん、最高です、ね。今回ね、愛知からこう岐阜へとこう回ってきましたけれども、はい、地元の愛知から始まったっていうこともあります。どんなこう今感覚ですか？やっぱりラリーいろんな国こう走ってきて、やっぱゆっくりできる時間ってあんまないんで、なんか観光とかもできないんですけど、地域のそういう特産物じゃないですけど名物こうやって食べたり、ね、見たりして、少しでも多くの人により来てほしいな、見に来てほしいなって思って、それをより感じましたね。なんでもうどんどんこう PR していろんな人に見に来ていただきたいなとより思いました。ラリージャパンは12年ぶりの開催ということになりますので、はい、高本さんからすると初めての世界ラリーインジャパンと、はい、プレッシャーもちろん感じますけど、まあ、自分の力出し切るっていうところと、あとは、まあ、本当に多くのファンの方が応援に来てくれると思うので、気迫あふれる走りをね見せて、また来年も来てもらえるように、そして海外の方にもぜひ応援に来てもらえるぐらいファンになってもらって、これからのモータースポーツをみんなで盛り上げていきたいなと思います。ラリーカーで、まあ、リエゾンも走られますし、はい、こうやって街でお会いするかもしれない、うんうん、サービスパークに行けば会えるかもしれない、はい、その時に勝田さんとか高本さんって声かけてもよろしいですか？もちろんです。もう僕だけじゃなくてどのドライバーも普通当たり前なんで、もうぜひ気さくに声かけて、写真もそうですし、サインもそうですし、タイミングよく見かけた時はもうぜひバンバン声かけていただけたらなと思います。はい、ラリーの楽しみ方というのをいろいろ見てまいりましたけども、ぜひ皆さんね、うん、ラリージャパン楽しんでいただければと思います。はい、高野さんありがとうございました。いい、ありがとうございました。本当に楽しかったです。応援してます、頑張ってください、はい、ありがとうございます、頑張ります。あ、そうですね。こちらも高本選手との楽しいエピソードが満載。パート1愛知編は概要欄のリンクからご覧ください。そしてご紹介できなかったその他のエリアとスペシャルステージはこちら、詳しくはラリージャパンホームページへ。トヨタイムズではラリージャパンを楽しむための動画を配信しています。詳しくは概要欄から。そしてこの機会にぜひチャンネル登録もお願いいたします。ベルギーといえばベルギーワッフル。はい、ちょっと入りましょうよ。あ、美味しそう。ここで焼いてくれるんですね。